私は一番悩みの種だった両足の股関節の問題は見事解決いたしましたので、それが一番今年良かったことだと思います。皆さんに笑顔を差し上げられるようにで努力をしながらこのなりわいを、60年続けておりますけれども、こうやって地球の自然を目の当たりにしながら日々を送れるっていうことが、まずはありがたいこと、幸せなことだと思います。こうして時を刻んでいる全ての命に感謝して、この年を締めくくれたらいいなって思っています。そして両足がサイボーグ、実行股関節手術を終了しまして大成功で歩けますので、リハビリを正しくきちっと筋肉をつけて歩けるようになれば、ただね、皆さんこれで踊れるぞとか言いますけど、年を考えてくださいね。今年69歳になって来年は70歳になるわけですから、これからどのぐらい踊れるかは、まあ、やっぱりちょっと、あんまり期待しないでもらいたいんですけど、本人は頭の中で踊りたいと思ってますけど、まあなかなかそうはいかないこともあると思いますが、でもまあね、こうやって私らしくプラス私の現在の年年齢らしく何かできることを見つけて、楽しみながら時を過ごしていきたいと思っています。今年は本当にいろいろありました。お世話になった方々、笑顔を私にくださった方々、幸せいっぱいにしてくださった方々、ありがとうございました。来年はいいことがあるかな、頑張りたいと思います。皆さん良いお年を。